はい、皆さん、メディア有馬記念ということでね、有馬記念の当日、全レース開幕戦ということで、予想をね、淡々とアップしております。まあ、結構ね、淡々とアップするのも大変なね、作業なんですけども、まあ、こちら、ね、中山阪神の7レースから9レースということでね、やっていきたいと思います。もうすでにテンション下がっているってことは、多分俺疲れてんだ。急いでいくよ。まあ、そんなわけでね、うん、相当疲れてるな。はい、やっていきたいと思います。中山7レース1勝クラスですね。軸は14番、まあ、ダート天候2戦とも結果を出して今回ルメールへの乗り換わりということでここを信頼していきたいと思います、まあ、そしてね、紐の中で3番は初ダートなんですが、まあ、信頼がおける血統実績ということでね、まあ、その他3頭に流してこういった形でいきたいと思います。まあ、そして阪神の7レース1勝クラスですね。軸は7番エルモドーロ。まあ、結構ね、安定した成績を残している指数面でも上位の馬なんですが、一番人気でどうしようかなと思ったらね、矢作の連投、オルフェーブル3区ってことで、まあ、有馬記念の日といえば、まあ、オルフェーブル3区みたいなところも含めて狙っていきたいと思います。まあ、そして中山8レース、当時特別2勝クラスの特別戦、中山はここから特別戦になりますね。軸は1番人気15番のリンカーンテソーロ。まあ、金層実績は最上位だと思います。まあ、中山ダート1200校舎。まあ、そして、まあ、紐はね、もう手軽にというか、まあ、中山1200校舎を探すのにどうすればいいかなってことで、まあ、金9層の馬柱の中で、中山1200で馬券に絡んでたのがこの4頭ってことで、雑に決めてみました。そして中山8です。1勝クラスですね。こちらが、どうなってるのかな。軸が4番ベールクレール。ネット競馬想定の4番人気となっております。まあ、想定1番人気ビルヘルムがね、熱発明けということで、キャロットファームの方では、近況報告が来てましたんで、これをね、消せるということで、まあ、残りの中でね、比較的3歳馬から組み立てたらこういう形になったというところですね。そして中山9です。グッドラックハンデ。まあ、ハンデ戦ってことでボックスで買うっていう名前ですね。まあ、中山芝2500とね、ローカルの芝2600っていうと、まあ、ローカルの芝2600って結構レベルが低いというかね、適性が違う感があります。そこを考慮しつつですね、まあ、長距離で他の活躍している馬を中心に5頭をピックアップしたということでね、ハンデ戦だっていう言い訳でね、軸を決めずに、5頭ボックスの3連続でいきたいと思います。まあ、そして阪神9レース鳥取特別2勝クラス、軸は3番ペプチドネル。ネット競馬想定1番人気、ダート天候後連勝ということでね、ダートでの出世を見込んでということで軸でいきたいと思います。まあ、そこからね、指数上位4と、まあ、比較的人気サイドからのピックアップという形で今回はやらせていただこうかなと思っております。まあ、以上ね、6レースを3分でもう仕上げるっていう形でね、やっていかないと全レースは無理。まあ、淡々とね、ただただ自分で買えばいいんだけれども、まあ、有馬記念なんでね、連続更新っていうのを思い立っちゃったんでやっております。以上、ハッチーでした。